正面から突入してくるやつが捕まれてます。接近戦でやられるってことよ。止まらん止まらん止まらないわよ。死ぬしかないじゃない。このチューパー、はい、どうもクソ投稿者です。今回は自分だけ気持ちよくなることで有名なシュベさんとまた組んできました。全く関係ないからな、それ。はい、どうもクソ投稿者です。今回ですね、この赤いヘビーアームズ、ヘビーアームズ会と、組んできたんですけど、このねヘビーアームズ会を、使っている、シュベルト・クロイツさんというプレイヤー、もはやねこのチャンネルではおなじみなんですけどね、登場3回目なんですけど、この方とね、大会で、シャッフルトーナメントの大会で組ませていただいたんですけど、自分のね使うドアンザクのやらかしにより、まさかの1回戦負けというね、はい、完全に私のせいです。で、そのお詫びとして、その後ね、固定ちょっと組んでもらって動画化っていう形で今回の動画を投稿させてもらいました。シュベさん本当にありがとう。カラスマは大丈夫でしょう。いや待てよと思ってひょい横見たさんに、あ、さあ開始早々覚醒技が直撃して、もはや瀕死状態ですが、このままでは終われません。頑張って覚醒しましょう。突撃、この瞬間をバーラ。私がね爆散してる間、一方シュベさんはというと、覚醒イフリートをねこのように何回もさばいていますと。あっ、たまねえわこれ。少子ほんとみじんにしてくれる。ちくっ、あーたた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 た、ろくな死に方しないんだよ。いやー減りましたね、今ので353ダメージというね、根性補正増し増しでかなりのダメージ出たんですけど、いいんですよ減って。本当にねこの人のね生命力ね、もうタコみたいなレベルなんで、ほっとくと永久に生き続けるんで、このくらいね減ってもいいっすね。むしろなんか常時 HP が減り続けるような仕様でも問題ないかと思います。はい、落ちていただいたんですが、カラスマがすでに変身になっています。これはもうちょっと避けられない事実なんで、ただねヘビーアームズが、そこそこに見てもらえてるっていうのがまだ救いようがある状況ですかね。あ、ダメだ、俺のそばに近寄るな。勝った、第三部完。そんなわけねえじゃん。これは一体どういうことでしょうか。リア充は死ね。あ、なんだこいつ。
はい、2戦目です。この試合はね、ヘビーアームズがね、ひたすらストーリーをガンロックして、なんか荒らしまくるっていう視点なんですけど、まあ、特にね、注目してほしいのが、この対戦終わるまでにね、このヘビーアームズ、260ダメージしか食らわないんで、はい。心臓のね、弱い方でも安心して見れる動画となっておりますので、よろしくお願いします。はい、バッチリ。はい、今の一連でストフリが落ちました。いきますぜ。終わっちゃいけねえんだよ。ゴミ箱じゃねえんだよ。さて、しろや、一方その頃、パパパパパパパワー、嬉しくなっちゃうな、ユーピーファイヤー、ユーピーユーピーファイヤー、スケット、ユーピー。これはね、やってますわ、やってますね、これは。いやー、落ちそうでしたね、今ので。ちなみにね、この日固定やってる時、ちゃんと通話しながら、2人でプレイしてたんですけど、まあね、このストーリーがミリになってからね、こんな声がね、聞こえたんですよ、冗談抜きに。怖かろう、怖いですね、本当に。一方その頃、これは遊びじゃないんだ、徹底的にやるよ。うぜー、やったぜ。今日もとっても楽しかったね。明日ももっと楽しくなるよね。